ってからな。いや、だからな、それで逆に、今朝も僕、養老先生の、養老たけしの部屋を、聞きながら飯食ってたんやけど、はい、僕もそれは養老先生に勧められて読んだ本なんですけど、はい、もう、改めて養老先生がそれを要約して5分ぐらいで喋ると、めっちゃ面白くて、要するに、感情はなぜ生まれるのかということにを、うん、脳の中を調べたけど、うん、感情の極材すらわからなかったっていう、はいはい、もう感動せえへん、このまま。ほんまに金の卵のガチョウみたいな、ね。要するに、脳の中にね、感情の座があると僕たちは思ってたわけですよ。うん、もちろんある程度のことは言えんねんけども、でも、ね、全体が興奮してるんですよね。うん、しかも、それ養老先生もっと読み込んでるのかな、一人一人、その、なんていうのかな、グラデーションはほんまにね、うん、一つの傾向がないねんちゃう。あるいは一つの事象、別の事象やと同じのでも違う興奮をするとか、うん、その全てが僕の中では、感情として表現されている。うん、この僕ね、それ、ほんで、だから、養老先生はまず結論から言う人やんか、うん、お経をいつも読む人やから、はい、結論から。要するに、感情というのは、うん、社会的なものだと、うん。感情は社会的なものだから、同じような物語を作ったらみんな感動すると。うん、だからもう定型的に、レディーゴー、レディーゴーなんてもうみんなが感動するわけ。はいはい、それはある感情の、みんなが同じように感動できるような物語をつけるとみんなが感動するっていうね。うん、僕はもう前からずっとそう思ってて、うん、だからここで感動します、ここでいい物語だと思いましたっていうのに僕はほとんどほんまにどんどんこの10年間に反応しなくなって、うん、それよりはこの物語がどんなテーマを持ってるのかっていうかね、うん、どんな新しさを持ってるのかっていうことの方がずっと関心が、はい、出てくるのはそれは当然やな。で、一方でなるほど、やっぱアドラーの言うことは正しいんかなと思ってね、うん、つまりアドラーはあらゆる感情は、うん、目的のために使用されてるっていう恐るべきことを言ったわけやん、はい、つまりそれは社会的な通貨であるってことを言ってるわけでしょ、はいはいはい、そうですね、つまり社会的に統合されてるもので脳の中で統合されてるものではないっていうことがほぼもう分かってきたと、はい、うん、このことをね、世界中の政治家にがちゃんと理解する中、政治家じゃないね、マスコミやね、マスコミはちゃんと理解する中、そういうふうにやっぱり大衆をちゃんと啓蒙せなあかんと思うよね、うん、この感情によって殺し合いができてて、うん、で人間は感情の動物だ、ブー間違いっていうことでしょ、うん、社会的動物だって言うんやったら分かんないけど、うん、感情の動物じゃない、ね、だから感情は社会性を持って僕たちの集団の中で、うん、目的を持って作られてるっていうか、うん、まあ、そういうもので、はいはい、本能の中に感情の構造はないっていうことでしょ、うん、もうずっとアドラーはそれを言ってきたいなと思って、改めてアドラーの言うことの深さっていうことがね、うん、すごいよく分かったと同時に、僕たちは本当に無駄な殺し合いをこれから多分10億人ぐらいまだす、10億人とか100億人ぐらいすんねえよなっていう、うん、それをなんとか止めるために、うん、まあ僕なんか心理学からやけど、あるいは分泌をしてる人、あらゆる人、その関わる人は、やっぱりこれをある程度理解せんな、人類の未来は暗いなとか、うん、あるいは希望があるというかね、うん、逆に言うと感情の問題はすごく大事やなと、うん、改めてやっぱり養老先生すごいなと、うん、感情は社会的なものだっていうね、うん、人間のエネルギー、感情は人間だって80億全員が信じてるわけやんか、はい、それに欠けてるエネルギーって全体の精神エネルギーの半分を超えてますよ。そうですね、だからそれをもうちょっと、うん、ほんでだからアドラーは面白くて、感情切り離せって言ってるのちゃうね。建設的に感情を使えって言うわけ。ほんならすごいことが起こるよって。いや、うん、だからアドラーがね、夢見てた理想郷ってね、とんでもない理想郷かもしれへんなと、そこから思うよね、うんうん。感情の問題はすごく大きい。でもね、あんまり感情にね、僕たちが本気で、立ち向かうと、世の中が全く破壊的に感情を使ってることばっかりを見るので、うん、死んじゃうと思うんですよ、もう絶望して。だから、適当に感情の問題を考えていこうと僕も思ってます。うん、あまりにも感情に対する取り扱いはひどいから。うん、で、それはね、野田先生も言ってた、うん。感情に対する理解は、まあ、フロイトとかのおかげで、まあ、そういうこともあって、
アドラー学派から言うと徹頭徹尾誤解していると、ああ、でそれによって殺し合いも起こっていると、うん、それはもうそれ一つとってもやっぱり重要なことなんやっていうか、でももうめちゃくちゃもう、まあある種絶望しがちなものやなんやみたいな言い方を何度かしてたね、うん、野田先生もね、はい、はい、名越康文 TV シークレットとよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。